皆さんどうも、霊夢です。どうもどうも、マリサだぜ。いやなんかこの蜂おかしくない？あとこっちのウサギも。さすがマリサ、よく気づいたね。やっぱりいつものウサギたちじゃないよな。でも何が違うんだ？なんと今回は、ぽっちゃりな世界に遊びに来たよ。ぽっちゃり？言われてみればみんないつもより、その、ふくよかというか、まん丸としてるよな。うん。太ってるね。せっかく私が言葉選んで喋ってたのに。まあ細かいことは気にしないで、早速いろんなモブさん見て回ろうよ。それもそうだな。まず最初はハチさんだね。これ、一回り大きいよな。本来のハチさんがこんな感じだから、顔周りがかなり大きくなってるかな。ほんとだ。こうやって比較すると全然違うな。でも後ろからだとあんまりわかんないね。いや体が大きいだろ。ちなみに怒った顔は、こんな感じです。いや、太っても顔は変わらないだろ。ああ、確かに。なんとか助かった。いや、右側で悲劇が起きてるよ。ああ、あれは、狼さんかな？なんかぽっちゃりしててわかりにくいな。間違いなく狼さんだね。顔は狩猟モードだけど、ウサギさん逃げた？なんか、声も普通より低い気がする。これがぽっちゃりの弊害か。普通の状態だとマフラー巻いてるみたいだね。これって胴体なんだよな。足が全然見えない。あと尻尾も埋もれてる。からの狩猟モード。ということは、また犠牲が。このまん丸してるのは、オウムちゃんかな？これはかなり丸いな。ウサギさんもそうだけど、もともと小さい動物はそこまで違和感ないね。そうか？この世界に順応するの早くない？どう考えてもこの体じゃ飛べないと思うんだが。お、肩に乗った。結構でかいな。私の顔くらいあるもんね。やっぱり重いのか？これは肩が凝りそうだ。お、今度は豚さんって。あれ？なんかそこまで丸くないような。まあもともと豚は丸いからな。でも声は結構低いんだぜ。まるでゾンビさんの声みたいだね。この白い物体はまさか、わたあめかな？ただの羊です。いやただの羊じゃないけど。なんなのこれ、羊毛というより、まるでアフロヘアだね。それだ。というか、モフモフしすぎて顔が埋まっちゃってるじゃねえか。これはかなりデブっちゃってるねー。そしてちゃんと小麦でついてくるよ。いやすごいやつだなこれ、モフモフすぎだろ。そういえば、羊さんの子供もモフモフなのかな？まあ、モフモフだろうな。モフモフだ。というかモフモフすぎて、顔がちゃんと見えてないような気がする。むしろ親に埋もれてる。そしてハサミの出番。赤としても変わらないんですね。これは、羊毛集めの効率最悪だな。見た目は変わらないけど、連続ではカットできないみたい。ラマさん、ぽっちゃり、してるんだよな。わかりにくいけど、これはぽっちゃりですね。ということで、おじゃラマさんゲット。行商人さん。まさかこれは、キツネだな。まだマイクラで会ったことないんだよね。まさか初対面がぽっちゃりキツネとはな。まんまるとしてるね。何か口にくわえてる？鶏の、羽だな。だからリードで繋がれてるのか。それでも犠牲は出た模様。意外とワイルド。これって動画だったよね？ぽっちゃり鶏が微動だにしない。まあ私が種持ってるからなんだけどね。早く解放してあげて。はい。ねえもしかして、鶏さんの子供はぽっちゃりしてない？いや、通常はこれだから、ぽっちゃりしてるんだぜ。私の目が慣れちゃっただけだった。さあこっちにいるのは、牛だな。牛舎だったか。というか、今度こそぽっちゃりしてないような。おかしいな。私の目にもそう見えるんだぜ。やっぱり、これはあれかな？牛さんはもともと大きいから、対象外なのかな？いやしっかりぽっちゃりしてらした。かなり短足でいらっしゃる。これ出てこれないんずり抜けた。どうやら当たり判定は含まれないようだな。便利な体だな。さあさあ牛さんの子供もチェックしないとね。羊みたいに、
顔が埋もれてたりしてな。間違いなく短足ではあるだろうね。って、あれ？なんかバニラより可愛くない？霊夢は短足好き、と。いや別にそういうわけじゃないんだけど。そういうことになるのかな？そういうことになりますね。さあさあ、海の生き物はどんな感じなのかな？早速ぽっちゃりなのがいるな。あれは、ドラウンドさん？うむ。あれ、おかしいな。私はお魚さんとか、イカさんとか見に来たつもりだったんだけど。まあ彼も海の生き物で間違いではないから。まあそうだけど。というか、これもしかして気づかれてない？なぜか敵対されてないな。こんなに近いのに？ああ、帰っちゃったよ。どんまいなんだぜ。いや全然気にしてないからね。でもなんでだろうなぁ。気にしてるじゃん。さあ夜のモブ探索。ゾンビさん太りすぎだろ。すごい胸板だね。いやお腹も出てるからね。誰がデブだバカ野郎。デブとは言ってない。これでも日光に当たればいつ頃なんだからな。意外とか弱いな。お、今度はスケさんとクリーパーさんもいる。スケさんの体が。クリーパーさんはよく見えなかったけど、バッチリスケさんもぼちゃってたね。骨だけでも太ることは可能なんだな。やっぱり最後はマイクラのボス、エンダードラゴンを見に行かないとね。エンドラがぽっちゃりって、全然想像つかないよな。あとエンダーマンさんもいるはずだから、そっちも確認しないとね。だな。それじゃエンドへ、レッツゴー。果たしてエンダーマンさんとエンドラは、どんなぽっちゃり姿なのか。なにここ。エンドってこんな感じだったっけ？いや。多分これはバグだろうな。もしかしてエンド自体がぽっちゃりしちゃったのかな？ないです。はい。一応リスタートしてみたんだけど、この空模様は変わらないみたいだね。ぽっちゃりの弊害ってことか。あとエンダーマンもしっかりぽちゃってるな。でも顔なしだったよ。怖すぎるんだけど。で、何やってんの？エンダーマンさんに追いやられました。本当に何やってんの？大丈夫大丈夫。私にはこのエンダーパールがあるからね。あれ？失敗しちゃったかな？ということでもう一度。あくな、ギリギリで。まだエンドラちゃんと見れてないんですけど。まさかここでやめないよね？はい、ということで。いや何締めようとしてんの？まあまあ落ち着いて。あの後もう一度エンドに行ってきたんだけど、相変わらずエンダーマンさんは、頭の位置がおかしかったよ。まあ、一応顔はちゃんとあったんだな。ちなみにエンドラはぽっちゃりしてませんでした。大きさ的に厳しかったかな。全部のモブさん紹介できてないんだけど、この辺で終わろうと思います。個人的には牛さんの子供が可愛かったかな。あの短足ちゃんだな。ということで、最後までご視聴、ありがとうございます。チャンネル登録や動画の高評価も、どうぞよろしくお願いしますなんだぜ。それではまた別の動画でお会いしましょう。またねー。最後までご視聴、ありがとうございます。チャンネル登録まだの方は、ぜひぜひよろしくなんだぜ。最新動画やおすすめ動画も、まだの方はチェックしてみてくださいね。それではまた別の動画でお会いしましょう。